モナルコマキ、または、暴君法抜論とは、中性的な抵抗権の一つ。神の法や自然法、あるいは封権的基本法に依拠して、暴君や悪い君主は抵抗されて叱るべきだとする、理論。宗教戦争、特に16世紀フランスのユグノー戦争の中で、プロテスタント側から特徴的に現れた。モナルコマキの一人、テオドールド・ベーズ・ジュネーブで、 宗教改革を始めたジャン・カルバン自身は、神徒に対し反乱や抵抗を認めなかったが、カルバン死後のカルバン派は国家からの弾圧に抵抗した。ユグノー戦争の中でも特に生算な光景となった1572年のサンバル・テルミの虐殺は、プロテスタントに大恐慌をもたらした。それまでユグノーは、カルバンの政治思想に沿って国王を尊重していたが、この事件を機に、 国王から決定的に離れていった。翌1573年、ジュネーブのテオドールとベーズは、新民に対する、異性者の権利についてにおいて、人民の同意しない選手や、また正当な君主であっても、権力を乱用する場合の抵抗権を主張した。ただし、ベーズは、抵抗する資格のない個人の権利については、制限しており、抵抗する資格があるのは、G の異性者。 具体的には、貴族や産部会であるとしている。同年、フランソワ・オットマンは、フランコガニアを観光し、ゲルマン人の伝統である、盗賊国家の祖先の良き法王によって、絶対主義に対抗する思想を表明した。ローマ人が、先制政治を持ち込み、ゲルマン人には、本当の自由があるという観念は、18世紀のシャルル・ド・モンテスキューも、自由は、 ゲルマンの森よりと述べており、こうしたゲルマン的自由を制度にしたものが、選挙制や盗賊国家での立憲主義とみなされた。暴君への抵抗理論の典型例と言われるのが、ユニウス・ブルートゥスなるペンネームの著者が1579年に表した暴君に対する自由の用語である。このパンフレットでは、君主は神の代理人として、神の法を行う義務を負うと述べ、 旧約聖書を引用して、神、君主、人民の間には契約があるとする。したがって、君主が神の法を犯した場合には服従しなくても良いということになる。そして、ベーズ同様に王に抵抗できるのは、G の犠牲者である貴族だけであるとされ、ここでも、盗賊国家をモデルとした考えが伺える。一方、 近隣の暴君の支配に苦しむ国に干渉戦争を行うことは真の宗教を擁護することであるとして肯定されるとした。モナルコマキでは封建的基本法をよりどころにして君主は人民との契約によって統治権を与えられたものと捉える。このことは君主が戴冠式の宣誓の際に新法や王国基本法を遵守する制約を行う。 行為に端的に現れている。これは、人民、貴族からすれば、自己の特権をこれによって擁護したとみなすことができる。すなわち、君主による貴族の所得権への侵害は、契約違反に相当することから抵抗が認められるだけでなく、それが、真意である、ともされたのである。カルバン派は、ヨグノー戦争において、ブルボン家のアントワーヌとその、弟コンデ親王ルイ、 後には、アントワーヌの子アンリド・ナバルを旗頭に抵抗したが、一方のカトリック貴族もギーズ公アンリを中心にカトリック同盟を結成し、独自の軍事組織を有した。カトリック側にも虐殺は行き過ぎだとする反省の意見もあったが、イエズス会をはじめとするカトリック強硬派はこれに反発し、ユグノーをもっと弾圧すべきであると主張した。そして、 1584年、王帝アラン孫ン公、フランソワの死去により多い継承者がアンリド・ナバルとなった時、将来的にプロテスタントの王が出現する可能性が生じたため、これを抑える意見として、ユグノー側のモナルコマキの理論を借用して、権力は人民から来ており、契約違反があれば抵抗権が認められると主張した。イエズス会のロベルト・ベラルミーノは、 思考の権力についてで、ローマ教皇の権威を強調し、ジャンブーシェは、国王アンリ3世が1589年に暗殺された後、アンリ3世の正当な単位についてで、アンリは契約違反であったと論じた。このほかイスパニアのマリアナやフランシスコ・スワレスがおり、スワレスは、国法と自然法を区別したことによって、風合グロテウスの先駆者とされる。 しかし、カトリック同盟の強行史上主義は、フランスの利益という観点から支持されなくなり、また暗殺のような手段を正当化したことで勢力を減退させた。貴族や三部会が王権を制約する制限王政を施行し、真の宗教を体現する教会を最重視すること、国家の枠組みを相対化するなどの点では、ユグノー側もカトリック側も共通していた。 カトリック同盟が三部会においてスペインの王女をフランス王位に選出しようと格索したのも真の宗教の擁護を優先させるモナルコマキの論理に立ってのことであった。一方、ユグノー戦争では宗教問題よりも国家の統一と平和を最優先し絶対主義につながるポリティークの考え方も現れた。ありがとうございます。